解決ぞろり真面目に不真面目解決ぞろり真面目に不真面目解決ぞろりは原豊による自動書の解決ぞろりシリーズを原作としたテレビアニメ2005年2月13日から2007年1月28日までメテレを制作局としてテレビ朝日系列で日曜7時,7時30分に全97話が放送された解決ぞろりの続編にあたるアニメ 2012年以降制作されている解決ぞろり名義の映画についても本校で述べる。前作解決ぞろりの公表を受け当初1年間の予定だった放送期間をさらに延長し新シリーズとしてスタートしたのが本作品である。またこれに伴いタイトルも上記のものに変更された。新シリーズの開始に合わせそれまでのアンバーフィルムワークス アジア道の2社から本作品ではこれまでも日曜朝7時台のアニメ枠に関わってきたサンライズとアジア道の2社体制へと制作会社が変更された。また制作会社の変更によりスタッフも一部を除き大幅に変更されているが継続して登場しているキャラクターの担当声優などイメージが大幅に変わってしまう要素については子供向け番組という点での配慮もあり 変化を避けている部分もある。なお本作品の51話でも再度監督、シリーズ構成等一部のスタッフが変更されている。第50話の放送後、放送当時出版されていた原作をすべて使い果たしたことから、第51話以降はすべてテレビオリジナルのストーリーとなった。また、区別のためこのシーズンからは絶好調編と表記されることが多い。劇場版は、 原作があるため、アジャパー編であったが、アニメ終了後の劇場版は、そのような区別はない。2006年3月には、初の長編映画、真面目に不真面目解決ろり謎のお宝大作戦が、公開された。2007年1月28日をもって、マイシリーズから通算3年続いた、テレビアニメは放送終了。2012年冬には、 初の単独上映による長編映画として映画解決ぞろりだ、だ、だ、大冒険が公開された。以後、単独の長編映画の制作が続いており、2013年冬には映画解決ぞろり守るぜ、恐竜の卵、2015年秋には映画解決ぞろり宇宙の勇者たち、2017年秋には映画解決ぞろりダブルゼータの秘密が公開された。 2005年よりアニマックス2009年よりキッズステーションで再放送され字幕放送も実施2020年4月5日より放送局を NHKE テレに移行しタイトルももっと真面目に不真面目解決揃いに変更した新作テレビシリーズが放送開始名前の横のカッコ内はラテン文字の表記一気発登場キャラクターや無印から 原作のある物語でしか再登場していないものは2期には登場しない。前作及び原作から引き続き登場するキャラクターについては解決ゾロリを参照。ぶっくらこいだはアニメ版オリジナルのアイテム。次回予告及びサブタイトルはゾロリが読み上げる。49話ではゾロリがサブタイトルを読み上げた後、石人の指示がオラ。と、50話ではオラオラ。 と喋っている。また、64話での次回予告では、ゾロリが作中で、記憶喪失になっている、関係上、警告調となっており、最後の、絶好調が、絶好調ですとなっていた。アニメオリジナル界は太字で表記。全はアニメオリジナル。これまでに5作が制作、公開されている。なお2012年以降の4作品は題名に、真面目に、 不真面目とついていないが、基本的な制作体制とメインキャストは継承されているため、この節に記載した。これらの映画は2017年から NHK、E テレでも不定期に放送されている。真面目に不真面目解決ぞろり謎のお宝大作戦が、2006年3月11日、公開。解決ぞろり原作の映画は1993年に、それいけ、 アンパンマン恐竜のシーの大冒険の同時上映として公開された作品以来13年ぶりでテレビシリーズの制作体制での長編映画では初となる原作は第38作から第39作解決ぞろいりの謎の歌から大作戦配給は角川映画となっている上映時間は約53分同時上映された超劇場版 ケロロ軍曹のキャラクターのうち、ケロロ正体の5人がゲストキャラとして登場。一言ずつではあるがセリフも用意されていた。またこれと同様に、超劇場版、ケロロ軍曹の方にもゾローリたちがゲストキャラとして登場した。本作公開前の年の12月に本作品の原作前編が、本作公開と同時期に本作品の原作後編が発表された。 なお原作では初めて、同名の前後編に関構成となっている。本作では、初の劇場版のみのオリジナルキャラクターが登場する。2017年2月26日の15時30分16時43分には、n っ k テレで放送され、字幕放送も実施された。あらすじ旅の途中のゾロリ一行は、宿敵タイガー一味が操る地上を爆心する。 海賊船に追いかけられていた少女を助ける。テールと名乗るその少女から、父が求めていた財宝の情報を聞いたゾロリたちは、彼女のハートをつかみ、城と財宝を手に入れるため、そのありかを探ろうとする。声の出演ゲストスタッフ主題歌、映画解決ゾロリだ、だ、だ、大冒険のタイトルで2012年12月22日に公開された。 ゾロリの映画としては3作目にあたる。原作は第47作から第48作、解決ゾロリのだ、だ、だ、大冒険。解決ゾロリのアニメ作品としては、テレビシリーズが2007年に終了して、以来約5年ぶりであり、本作が初の単独上映となる。上映時間は、前作から大幅に伸び、現時点で最長の作品。また、 配給元が前作の角川映画から1993年版の同時上映だった、それいけ、アンパンマンと同じく東京テアトルに変更となったと同時上映だったため、2013年7月2日に DVD が発売された。あらすじがパールさんに眠っている宝をトレジャーハンターのゾロンドロンが狙っているという情報を聞きつけたゾロリ、たち、 その山のふもとにあるガパパ村を訪れると子供たちの間で原因不明の伝染病、シマシマ病が大流行していた。ゾロリたちは伝染病の薬の材料を探し出すお宝を手に入れる子供たちの病気を治してアリウスと結婚するという野望を抱きアリウスとルクトと共にガッパール山へと向かう。もともとお目当てであったお宝は見つかったもののアリウスが余計な ことを言ったため、ゾロンドロンに取られてしまうも、なんとか薬の材料を手に入れたゾロリたち。だが、完成した薬は苦すぎて大人でさえも飲むことが、できない。そこでゾロリは、薬を甘くするために宿敵である、ブルルが社長を受け持つ、ブルル成果へと侵入を計画する。アリウスたちの協力もあり、薬をチョコにすることに成功するも、ブルルたちに見つかってしまい、事情を話しても、 悪党という理由で、自身の悪事を棚にあげ、ゾロリの話を全く信じようとせず、薬入りチョコを奪い取ろうとする。そこに助けに来たゾロンドロンの飛行機に乗ったゾロリたちは、子供たちを救うため、ゾロンドロンと手を組む。声の出演スタッフ主題歌、映画解決ゾロリ守るぜ。恐竜の卵のタイトルで2013年12月14日に、公開された。恐竜が住む島。 おっと、島にやってきたゾロリ日光の大冒険を描く。原作は、第40作、解決ゾロリ守るぜ。恐竜の卵。キャッチコピーは、約束する。俺様が必ず、守ってみせるぜ。本作では、ヒロインのディナや、恐竜調査団といった、劇場版のみのオリジナルキャラクターが多く登場する。2014年7月16日に、DVD が発売された。 あらすじよっと島に住んでいる知り合いの恐竜家族から卵が生まれたので見に来てほしいとの知らせを聞いたゾロリ一行巨大な卵を目前に一同はそのまま宴会モードへと突入するしかしその夜巨大な台風が島を直撃し同時に卵が海へと放り出されてしまうゾロリたちは急いで海に飛び込み卵を 必ず恐竜の家族のもとへ持ち帰ることを決意する。その道中で島に調査に来た恐竜調査団の少女、ディナと出会い、ディナは真夜中にゾロリたちを卵泥棒と勘違いし、卵にしがみつき襲いかかるも和解し、この卵を恐竜の卵と信じて疑わないディナは彼らに同行する。恐竜一家の存在を調査団に知られるわけにはいかないと隠し通す。 ゾローリだったがディナが行方不明になっていた、美しいお嬢様であることを知り、一目惚れいする。巨大タコや危険地帯などから卵を守る、ゾローリたちだったが空腹のゴリラ一家に捕まってしまい、卵をゆで卵にしようとする彼らを説得するため、ついにゾローリは、ディナの前で恐竜の卵だとばらしてしまう。声の出演スタッフ主題歌。 映画解決ゾロリ宇宙の勇者たちのタイトルで2015年9月12日に公開された。前作から1年9ヶ月ぶりの公開。本作よりアニメーション制作会社のうち従来のサンライズからバンダイナムコピクチャーズに変わっている。上映時間は前2作より短くなり2006年の映画と同程度の長さになっている。また、 主題歌も主要声優陣が担当した全2作とは異なり、マキタスポーツが担当する。キャッチコピーは、さあ、俺様と一緒に宇宙で冒険だ。2016年3月16日に DVD が発売され、2017年3月20日には2006年の映画と同様に、んっくてるで放送された。あらすじ隕石が街で大ブーム。それを聞いたゾロリは、 海底で隕石を探すも、タコの集団に襲われてしまった。イシシトの獅子は、おならで撃退しようとするが、潜水服を着たままだったので、おならはできなかった。そこでゾロリは魚雷を発射するも、誤ってイシシトの獅子に当ててしまい、その衝撃で、潜水服が破れ、溜まっていたおならによって三人はそのまま宇宙の、とある星、ムムーン星へ降り立った。そこで三人は、 ムムーン星のお姫様、クララと出会い、ゾロリはクララに一目惚れ。クララはゾロリたちを伝説の勇者様と信じ、ムムーン星に住んでいる怪獣を倒してほしいという。最初は逃げようとしたゾロリだが、肝心の宇宙船がないので、どうしようもない。そこで、クララの祖父、ムムジーは、怪獣退治のお礼に宇宙船を差し上げることを約束し、ゾロリは偶然ついてきた。 タコと共に、怪獣退治へ出かけることになる。だがこの伝説には意外な真相があった。声の出演スタッフ主題歌、映画解決ゾロリダブルゼータの秘密のタイトルで2017年11月25日、公開。メインゲストも過去のゾロリの両親のみである。あらすじ自分のブロマイド写真を売るために立ち寄った街、ドーナツシティで朝7時から先着100名にドーナツを無料で、 プレゼントするキャンペーンの話を知ったゾロリたちは、巨大な目覚まし時計の機械、ゾロリをで早寝しようとするも、ママを恋しくなったその途端、突然過去へタイムトラベルしてしまい、それと同時に、解決ゾロリの服の胸のダブル Z が消えてしまった。ゾロリたちはその街で、ロリーという少女と出会い、彼女に一目惚れした、ゾロリはどこか、懐かしさを感じながらも彼女に告白しようとするが、 ロリーは、なんと若き日の、ゾロリのママゾロリーヌだった。自分のママだと知った、ゾロリは、歴史が変わってしまうのを危惧して複雑な気持ちで彼女を、振ることを決意し、現代に帰るために警察に回収されたゾロリーを、取り戻しに向かうと、ゾロリーヌも同行し、彼女の助けもあり、ゾロリーを取り戻すも突然現れた怪物、ピカゴラスによって、ゾロリーヌとゾロリーをが食べられてしまう。 そこへ若き日のゾロリのパパゾロンドが現れ、ゾロリたちはゾロンドと手を組み、ゾロリーヌを助け出す作戦を開始する。声の出演スタッフ主題歌任天堂 d DS 用ソフト、真面目に不真面目解決ゾロリ恐怖の宝箱が2006年8月31日にマーベラスインタラクティブが発売。ジャンルはアクションアドベンチャー。いつものように旅を続けていたゾロリたちは立派な城の、 あるおかしな町に到着する。しかし、あるきっかけで捕まってしまいお城に住んでいる王様の元まで連れて行かれてしまう。ゾローリはその城の王様に、王様に憧れているというと、七つの宝箱を見つけてきたら王様にしてあげると言われ、ゾローリは王様になるために、イシシとのシシと一緒に宝箱を探しに出かける。